こんな感じでさっきのパンみたいなのをパン生地みたいなのを焼いてます。発酵とかなんかね、熟成とかね、そういうのは別にいいんで、こっちもあのね、かなり来てます。だいたいわかると思うんだけどさ、こっちは水で、これがパン粉、アルミホイル。おっと、答えを移してしまった。で、これは玉ねぎとじゃがいも、これは砂糖。こういう感じで一袋一袋別々になってんだな。胡椒、塩で、ナタ。ナタはね、かっこいいでしょ。2000円ぐらいだったかな。これね、ノコギリもついてんだよ、便利。でまあコップなんかもありつつ、水なんかもありつつで、ホットドッグのお約束の、ケチャップとマスタード、あとこれは油と水でもって、こんな景色。ついでだからちょっと車の中もちょっとね、今は料理中なんでごちゃごちゃになっちゃうんだけど、このでっかいのはサーモンを入れる箱なんだけど、あの冷凍に明日までかかるんで、間違って早く買っちゃった。あっちがクーラー、ここがこの一角がフライ作りのスペースで、こっちは服だったりなんだったり、そこら辺のハンガーにこう服とか食材とかをかけてます。でクエストくんの右側を抜けて、ここに、これは釣りをする時の上着で、よいしょ、助手席は、これはね釣り具なんだけど今は使ってないの、ちょっとねかさばりすぎるんで。でここにファイアウッド、薪を置くと。でクエストくんね、ちょっと洗車したいんだけどね、汚れちゃったよ。で、あ、ちょっとこれは紅酒のヒレと、こっちはドリーバーで、あのね今はないんだけど、新宿のねチャーマスさんの店にね尻尾だけ干してあったんだよね。何のだか忘れたけど、あれがかっこよくてさ、真似してる。で、ここが運転席と。で結構この旅で重要なのがシガーライター式のこういう充電器、これはかなりどこにでも売ってると思うんだけど、これ相当便利というか、これないと電気的なものは無理だね。まず本当これ素晴らしいです。あ、ちなみにこんな感じで、あの端っこに見えるのは釣り竿のケースで、釣り竿はかけてます。だからね、ほんと広いよ。もともとクエストは広いけど、ほんとに広い。寝るとき、あの段ボールは運転席側までやっちゃって、で寝るスペースを確保と言った具合。あのパン生地は誰かが強火の遠火で焼けと掲示があったので、こんな感じでやってるんだな。これね、とろみがつかないのが
ちょっとどうかなと思ったんだけど、やっぱね煮詰めればねとろみが出てきたんでいい感じです。ちょっとね今日の料理はね本当に料理になっちゃったね。さっきちょっと味見したんだけど超うまかったね。でもこういう風に手間のかかる料理っつうのは作ってる最中ですぐにもう途中で腹いっぱいになっちゃうんだよね。ホットドッグなんかもつまみ食いしてっとさ、まあホットドッグ4本も食えばそれ腹いっぱいにもなるけどね。さあこんな動画に5分オーバーの時間をかけてしまった。でもね魚釣りだけが全てじゃないから、ほんと紅鮭あんだけ山盛り釣らしてもらえれば俺はもうはっきり言って十分なんで、まあカシロフに来たのはまあ試したかったからっていうだけなだけで、釣らなきゃいけないとかそんな気は全然ないんです。あのね今すごい暑いです。上半身裸ぐらいじゃないとちょっとやってらんない。本当にね晴れると暑いの。ああいうさゴージャスなロッジに泊まんなくてもさ美味しいご飯とさこの空とさたまに川の中に浸かってさ魚の一匹でもかかればさ、それはそれで俺はいい旅だと思うんだよね。結構あのブログはなんつうのかな、釣り人のことをバカにしてるというか、釣り人の中でも頭の固い連中に対してものすごく悪口を言ってるけど、基本的にあの人たちは他人を批判するんだよね。自分らが正しいみたいなことを言って、そういう人たちっていうのが俺は嫌いなんで、そういう人たちに向けて不快感を与えるようにああいう風に厳しいブログを書いてます。あとはそれを言ったことによって自分もそれ以上のことを必ずやらなくちゃいけないんで、そういう方向に自分を持っていくためにブログは書いてます。まあでもちょっと悪口が過ぎる時もあるとは思うけど、ブログに関してはああいう方向で今は行ってみようかと思ってます。もうねあの火は通ってたんだ、あのパン生地みたいなのは。だから本当にあとはちょっとあのちっちゃい方が出来上がるまでっていう感じかな。でもあのパン生地がもしさこれがさめちゃめちゃうまかったらさ、これ激烈安いよね。パン粉だけだぜ、パン粉と水。あそうそう、どうすっかな。あのねここクルックドクリークキャンプグラウンドなんだけど、ここはね水が素晴らしいのよ。それをやってこの動画は終わりにしましょう。10分になっちゃう。こんな具合で、もうねカッチャンカッチャンやんなくても水が出るんです。で水もね美味しいんだ、ここの水ほんと。だからねクルックドクリークキャンプグラウンドはね機内に来たらね寄った方がいい。まあカシロフもすぐそばだし
すごく素敵な場所です。そりゃ俺は機内の方が好きだけどさ、機内はやっぱり本当に観光地だからすごく混むんだよね、どこ行っても。まあそれだけ魚がいっぱいいる川っていうことなんだろうけどね。なんつっても湖が2つ持ってるっていうちょっと変わった形をしている川だからね、キーナイは。多分キーナイがすごいのにはその理由も多分おそらくあるんでしょう。すごいよね、上流側と本当にミドルキーナイって言われてるところにスキラックレイクっていうすごく広い湖がある。確かベニザケは途中に湖がないと産卵をしない魚だったと思うんだけど、ベニザケがあんだけ山盛りいるのにもきっとそういう理由があるんだろうね。わ、投げ11分といったわけで、キーナイペネンスュラのクックドクリークキャンプグラウンドからお送りしました。 See you! バイバイ。